ヨーロッパヌマガメは、ュコウカメモクヌマガメかヨーロッパヌマガメ属に分類されるカメ。ヨーロッパヌマガメ属の模式種。イラク北部、キプロス、シリア北部に分布する可能性もあり。イギリス、エストニア、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ベルギー、ドイツ北部、フランス北東部、ポーランド北部、ルクセンブルク絶滅した分布域でも人為的に移入。 定着したと考えられている個体が発見された地域もある。最大高潮23センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高調20センチメートル。廃坑はやや扁平化、ややドーム状に盛り上がる。廃坑は上から見ると、第8から9円看板で最も幅が広くなる、卵型。種商業オービキュラリスは円形。 マリーの胃で上から見た廃校に由来する。廃校の表面に筋状の盛り上がりがなく、成長輪も不明瞭。円甲板の外縁はノコギリ状に尖らない。廃校と復興の継ぎ目は甲板では繋がらず人体で繋がり、液化甲板や素形甲板がない。卵は長径3から 3.9cm、短径1.8から 2.2cm で、殻は、 白い比較上。孵化直後の容体は、C 肝ンにあまり発達しないキールがあり、あばら肝ンにもあまり発達しないキールがある個体もいる。肺甲や頭部の明色斑がないか、不明瞭。オスは、腹甲の中央部より後方が浅くへこむ。尾は太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出口全体が肺甲の外縁よりも外側にある。 上顎を覆う角質の色彩が、高褐色で、暗色の筋模様が入る。メスは、復興の中央部より後方がへこまないか、わずかに盛り上がる。尾が、より細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、相配泄口の一部が、廃坑の外縁よりも内側にある。俗名、アミズは、陸性もしくは泡水性の亀の胃。 形態やミトコンドリアのシトクロム B やリボソーム、RNA などの分子系統学的解析から、ブチイシガメ属やブランディングガメ属と単系統群を形成すると推定されている。シシリーヌマガメを本種のア種シュとする説もある。14ア種シュに分ける説もあったが、分布の境界線や形態の差異が不明瞭なこと。 中間型の個体が多いことなどから、アシュの有効性を疑問視する説もある。そのため、アシュクラヌマガメイオーアイベリカやアシュ、アメーロヌマガメイオールテオファスクが、アシュペルシャヌマガメ、アシュ、コルキスヌマガメイオーコールチカが、元アシュ、アシュ、イオーイースパニカが、アシュオプストヌマガメのシノニムとされる。 低質が砂や泥で、水生植物の繁茂した流れの緩やかな河川や、湖、池、沼地、湿原、水路などに生息し、寄水域に生息する地域もある。中高生。夏季は夜行性傾向が強くなる。日光浴中に危険を感じると水中に逃げ込み、水中の低質に潜り込んだり水辺の茂みに、上陸して逃げる。植生は、 動物食傾向の強い雑食で、昆虫、甲殻類、ミミズ、魚類、両生類やその妖精、動物の死骸、植物の花、果実、藻類などを食べる。幼体は動物食だが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。主に3から5月に交尾。主に5から6月に1回に3から16個の卵を、 年に一回だけ産む。卵は主に60から70日で孵化する。発生時の温度により性別が決定し、24摂氏28度ではオス、摂氏30度ではほとんどメス、摂氏32度ではメスのみが生まれる。生息地では食用とされることもあった。開発による生息地の破壊、食用やペット用の採集。 人為的に輸入された動物との競合及び植物による植生の変化などにより生息数は減少している。多くの生息地で保護の対象とされている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。主に元アシュが流通する。アシュに細分化されたのが近年であることや産地不明な個体が多くまた同定も。 難しいことから亜種を区別せずに流通することが多かった。アクアテラリウムで飼育される。陸上に上がることを好むため、広い陸上を設置する。飼育課では、配合飼料にもえづく。ありがとうございます。